だいぶいいよ。さあどうも、今回ですね、肉の焼き方ですね。その中でも、鴨肉の焼き方について少し触れていきたいと思います。鴨の焼き方ってね、結構いろいろあるんですけど、その中でも比較的簡単で分かりやすいやり方っていうのをちょっとお見せできたらと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。今回使っていくのはこちらの鴨、田島鴨ですね。田島って兵庫県ですね。兵庫県の北部に位置してて、あと牛肉とかがね、結構こう生産が盛んなところですね。これね、美味しいんですよね。で、ちょっと今ラップしてたんですけど、だいたいこれはもう冷蔵庫でつかとか皮をね、乾燥させた状態ですね。で、こう引き締まった感じ。ちょっとね、鴨焼くだけだとあれなんで、付け合わせに、ポアロ、ポロネギですね、と、ソースでシェリービネガー、あとは蜂蜜ですね。で、これ鶏のだし、ジュドボライエとかフランス語では言うんですけど、これをちょっとソースのベースに使っていきます。鴨肉ですね、ちょっと焼く前に軽く準備で、もうそんなに筋っぽいところないんですけど、一応少しこういうね、気になる筋は外しちゃいます。ここと他に、ちょっと血管とかあるんで少しだけ探って、もし外せたら外しちゃう。あんまりね、追いかけすぎてもちょっとボロボロになっちゃったりするんで、ほどほどに。あとね、ここにもちょっとね、太い筋あるんですよね。これもちょっとね、軽くめくって外しておく。結構ね、こう深く入ってるんで、これもね、あんまり探りすぎるとちょっとね、ボロボロになっちゃって、個人的にはね、なんか見た目が微妙だなって思うんで、表面の部分だけ外します。で、この皮の部分、ここに、ね、結構ね、油が潜んでるんで、これぐらいのね、分厚い油があるんで、これをね、焼くときにやっぱりしっかりね、外に出したいんですよね。で、出しやすくするために包丁でちょっと切れ込みを入れておきます。もっと細かく入れてももちろんいいですし、そんなにね、細かく入れなくても、これは好みにも合わせていいと思うんで、なるべく表面、下のお肉に切れ込みが入っちゃうと、肉汁とかが逃げやすくなっちゃうんで、塩もなるべくちょっと高い位置から全体に塩が当たるように。じゃあ、早速焼いていきます。今回はホーローですね。ホーローの、これバーミキュラのスキレットですね。IH で焼きます。プロはガスじゃないのかとかいろんな意見あるんですけど、全然 IH もね、使うんで、結構このね、鴨の皮がね、油多いんで、そのまままずは立ち上げます。こうやってふつふつ音がしてくるんで、こうやって少し全体になじませると、もう油が出てくるんで、じっくりと油を落としていきます。だいぶ油出てきましたね。で、この油、鴨肉にしっかりとかけて、鴨の風味をよりこうしっかりとね、閉じ込めていきます。あんまりこう身の方は直接焼かない、軽くこうひっくり返すぐらいがいいんです。そしたら引き上げます。あんまりこう一気にフライパンで火入れすぎるとね、どうしてもこうキュッと身が縮んだり、白くなっちゃうんですよね、中が。なんでちょっとずつちょっとずつ火を入れていきます。今だいたい1、2分フライパンの中で火入れたんで、1、2分ちょっとこのまま休ませます。で、はい、じゃあ次ポアローですね。お肉ちょっと休ませてる間に、アルミホイルで包んで火入れします。もう少しホイル全体にして、で、塩適量。で、このバットに乗せてオーブンに、180度のオーブンで15分ぐらいですかね。じゃあもう一回焼いていきます。これだとね、やっぱりちょっとまだ焼き色足らない感じがするんですよね。なんでもう少し焼き色つけながら火を入れていく。この時も中火ぐらい、油がまた出てくるんで、これをかけながら、
少しもね今油引いてないのにこれだけ出てきますから、やっぱりねこう皮目の油ってね多いんですよ、ね、だいぶいい色になってます。で、今ね、だいたい4分ぐらいは焼いたんで、3、4分ぐらいかな。で、また少し2分ぐらい、このまま落ち着かせて、オーブンで火を入れていきます。最初ね、冒頭で言うの忘れてたんですけど、だいたい鴨はもう3、40分ぐらい、常温でね、戻してます、温度を。冷たいところからやっぱりやっちゃうと、どうしてもね、火入れがね、ちょっと難しいので、できれば常温に戻しておいた方が、こういう肉厚なものっていうのは、火入れっていうのは、よりこう、やりやすくなります。もうだいたい3分ぐらいですかね、うん、あんまりねずっとオーブンに入れっぱなしっていうのも、火がね入りすぎちゃう原因になっちゃいますから、こういうね金串とかがあったら金串で、まあ、こう触ってもいいんですけどね、こうよくねここの跳ね返りと同じぐらいとか、まあ、言いますけど、まあ、こういうのでねよりこう精度高く、だいたい8秒ぐらいですかね、唇の下に、まあ、こういうふうに当てて、唇の下っていうかまあ顎の部分か、あ結構あったかいな、暑いなぐらいだったらもういい感じですね。でこのまま保温しておきます、まあ、5分ぐらい、5分以上。であとは、ちょっとね簡単なソースも作っておきます、はい、でまず蜂蜜、少しこう焦がし気味キャラメリゼって言うんですけど、少し焦がし気味にしないとね、ただこう甘ったるいだけになっちゃうんですよね。そうするとね、やっぱりこう食べてて、なんかちょっとね、お肉に合わせるには微妙なんで、ね、少しもう色変わってきましたね。こう香ばしい香りが出てくるんで、そのあたりですね、やっぱりこう香りとかもね、都度確認する必要はあるんですけど、本当は。これぐらいになったら、火から、外します。外して、シェリービネガー。これを加えます。この時跳ねるんでちょっと気をつけてください。でまた火にかけて、ね、酸味を少し飛ばすようなイメージ。でこの時もね酸味がこう やっぱり多いからこう煮詰めてる時にね結構蒸せやすいんですよね。なんでそれ気をつけてください。あんまり近くにいるとまあまあ蒸せます。最初入れた量の多分3分の1から4分の1ぐらいまでいいですね、これぐらい。そしたらここで、作っておいたこの鶏の出汁、ジュドボラ油加えます。で家にはやっぱりこうなかなかねジュドボラ油ってないと思うんですよ、当たり前なんですけど。なんで、まあ本当にね、何か代わり、こういった旨味を足すための代わりだったら、粉末のチキンコンソメとかで、こういうような感じでやってもいいですし、こういった鶏の出汁を取りたいっていう人がいたらスーパーのね手羽とかあるんで、そういうのでちょっと煮出して、作ることっていうのも、まあ、できなくはないですね、うん、もしくは入れないか、そもそも、砂糖とビネガーこれのみで作るとかね、それでもいいと思います、はい。でだいぶね煮詰まってきました。これぐらいになるとね味がねこう濃縮されてねいい感じになるんですよね。でバターでもいいですし、ちょっとオリーブオイル今回は加えて、オリーブオイルで煮ようか。まあ、こういう感じですね。だいぶとろみがついた。で、そろそろ多分ポアローもいい感じになってきたと思うんで、おおすごいな、いい感じだ。いいんじゃないですか。で鴨肉ももういい感じなんでね、これは最後に皮目をもう一回バチッと焼いて、仕上げに入ります。強火で。ほんと皮をカリッとさせるぐらいでやりたいな。いいんじゃないでしょうか。このまま少し
フライパンの、ね、温度が高いんで、フライパンの温度を少し下げてから、ポワロ。これも表面に焼き色つけるぐらい、鴨のこうエキスを吸わせるようなイメージ。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃないですか。うお、めっちゃいいな。最後黒胡椒。ドレスですね。鴨胸肉のローストです。うん、うまい。これはうまい。ポワロもめっちゃ甘みが出てる。鴨はあれですね、やっぱりこう皮目のね香ばしさがすごいあるんだけど、中がねしっとり仕上がってるんで、そのコントラストがいいですね。はい、というわけで、簡単なんですけどね、鴨胸肉の焼き方です。冒頭でも言ったように、あの鴨胸肉って本当にいくつもね、焼き方っていうのはありますし、シェフそれぞれね個性があるんで、これはね本当に一つの、参考程度にしてもらえたらと思います。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。アビアント。